韓国で大統領が変わり、政策もまた変化している。現在、日、日米間での対潜水艦合同訓練が行われたとの情報をキャッチしました。今回は、この、日、日米間対潜水艦軍事訓練を詳しく見ていきますね。韓国も、前政権での失態を日本へ謝罪してほしいものだ。レーダー照射もね。2022年9月30日、アメリカ海軍、韓国海軍、海上自衛隊の3カ国の艦艇が、日本海における対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習をしたが、これは、実に、およそ5年半ぶりのことであり、一時は、緩和の傾向も見られた北朝鮮情勢は、また緊張してきている。今から4年前の2018年には、当時のアメリカのトランプ大統領が、北朝鮮の金正恩との対話路線を見せたこともあり、一時的に融和ムードも漂ったが、昨今の北朝鮮は、新型の大陸間弾道弾や巡航ミサイルを開発するなど、核開発に余念がない。トランプ前大統領を評価するアメリカの有権者や日本を含む西側諸国の人々の中にも、こうした彼の北朝鮮との対話や、ロシアのプーチン大統領との近しい関係性を築いた手腕を持ち上げる言説が数多く散見される。しかし、今のロシア・ウクライナ戦争に突入したプーチン大統領や、ひたすら核兵器開発による周辺諸国への恫喝を繰り返す、金正恩に対して、トランプ前大統領のこれらに対する、政治的な姿勢が正しかったか否かには、疑問の声もつきまとう。トランプの唱えるアメリカファーストとは、かつて第一次世界大戦の時期にアメリカが採用していたヨーロッパ等への不介入姿勢にも似た考えであり、当時よりも、さらに国際社会への影響力を持つはずの国として、その無責任さは拭えなった。今年2022年は、アメリカでの中間選挙も行われることから、トランプ陣営は、現、バイデン政権の施策について、今後も、批判の声を高めるだろうが、プーチンや金正恩をここまで増長させた、間接的な責任はことすることは、難しいようにも思える。もともと、アメリカにおいては、トランプら共和党よりも、バイデンらの民主党の方が、おおむねリベラルであり、海外に対する影響力の行使具合も控えめという定説があったが、今回は、どこに争点が置かれるのかも、興味深い部分にはなりそうだ。そして、アメリカの現、バイデン政権は、少なくとも、ロシア・ウクライナ戦争においては、ウクライナへの兵器支援等を緩めて羽織らず、また、北朝鮮に関しても、冒頭のような合同軍事演習を行うなど、積極的な関与も垣間見える。今回のアメリカ海軍、韓国海軍、海上自衛隊の対潜水艦戦闘を想定した合同軍事演習には、アメリカ海軍からは、ミニッツ級航空母艦のロナルド・レーガンらの空母打撃群等の攻撃型原子力潜水艦を含む5隻が投入されている。実は、これに先立つ9月26日から29日までの4日間には、このロナルド・レーガンらの空母打撃群と韓国海軍等を中心としたアメリカ、韓国の2国間での合同軍事演習が行われており、北朝鮮を牽制する意味合いが大きかった。これに反応した北朝鮮は、この合同軍事演習の開催前日の25日、そして28日、29日と連続して短距離弾道弾の発射を行い、いかにロナルド・レーガンらの空母打撃群の派遣が彼の国に意識されているのかを大いに印象つけた。そして県の30日の合同軍事演習には、韓国海軍からはイスン新旧駆逐艦の2番艦のム・ウム・デワン
そして、日本の海上自衛隊からは、朝日型汎用護衛艦の1番艦、朝日が参加しており、アメリカ軍の攻撃型原子力潜水艦を仇役に見立てて、対潜水艦戦闘を訓練したという。今回、アメリカ海軍のロナルド・レーガンらの空母打撃群が朝鮮半島に派遣されたことも久々のことであったが、対日本の海上自衛隊の汎用護衛艦、朝日をも加えて、3カ国による対潜水艦戦闘の演習を行ったことには、アメリカの思惑が大きいのだろう。北朝鮮は、陸上から発射する大陸間弾道弾や巡航ミサイルを移動式とすることで、その位置の特定を、事前には困難な形に変えてきているが、これを、らを、さらに、潜水艦に SLBM として搭載することで、秘匿性と生存性を高めようとしている。この10月1日には、衛星によって撮影された写真から、北朝鮮が SLBM らしき物体を、東部の環境南道にある新浦の造船所に運び込んでいる様子をアメリカ側が掴んでおり、北朝鮮が SLBM の発射実験を行う兆候ではないかと見られている。アメリカをはじめ、イギリスやフランス、そしてロシア、中国、インドなどの軍事大国は、戦略型の原子力潜水艦を中心に、これらに SLBM を搭載して運用しているが、北朝鮮ほどの規模や技術力が乏しい国家での単独開発は困難なはずだ。北朝鮮は核開発をはじめ、こうした潜水艦への SLBM 搭載に関する軍事技術の大半をロシアから入手していると思われ、ロシアも決して最新型ではない型落ちの技術とはいえ、北朝鮮にこれらを提供することで影響力の維持を図っていると思われる。具体的には、北朝鮮が SLBM を搭載しようと準備を行っているのは、旧ソ連海軍で、1958年から1990年まで実戦配備が行われていたゴルフ型潜水艦とみられており、同艦は通常動力型ながら SLBM を搭載しており、全23隻が建造された。ゴルフ型潜水艦は、最大で、水上排水量がおよそ2800トン、水中排水量がおよそ3500トン、全長が 98.9 メートル、全幅が 8.9 メートルほどの艦体を持ち、初期型で3発、中期型で6発、後期型で4発の SLBM を艦橋の後部に搭載可能となっている。また、ゴルフ型潜水艦は、艦首には、533ミリ、魚雷発射管6門を装備しており、前述したように少ないとはいえ SLBM も搭載していたものの、戦略型の潜水艦というよりは、攻撃型にプラスアルファした形式と見る方が、理にかなっているように思える。このゴルフ型潜水艦は、旧ソ連海軍においては、同国が崩壊を迎える前年の1990年までに、全席が退役を行っていたが、3年後である1993年に、そのうちの10席が、北朝鮮に、解体の名目で払い下げられており、今に至る、北朝鮮の SLBM 実用化の土台になったと見られている。総数で、23隻のゴルフ型潜水艦は、1958年から1962年にかけての、わずか4年間ほどの期間で、すべてが建造されたと考えられているため、最後の艦であっても、この2022年には、60年もの歳月が経過した骨董品で、まともな戦力と言えるのか否かも、判然とはしない。しかし、北朝鮮が、一旦 SLBM を搭載して先行させてしまうことが可能となれば、陸上の移動式の大陸間弾道弾や巡航ミサイル以上に、発射の兆候を把握することが困難になることも危惧され、ミサイルキャリアの多層化には留意が必要となっている。
ちなみに、北朝鮮は、潜水艦やさらに、小型の潜水艇まで含めれば、いずれも老朽艦とはいえ、70隻弱を保有している可能性があり、その中で、半数以上の40隻を占める、中核的な艦艇が、自国で開発を行った、三尾型潜水艦である。三尾型潜水艦は、水上排水量256トン、水中排水量277トン、全長 35.5 メートル、全幅 3.8 メートルと、規模の小型の通常動力型潜水艦であり、199年に発生した韓国への侵入工作時に、高梁振東事件を起こし、日本でも大きく報道された。高梁振東事件とは、北朝鮮が韓国側に潜入させていた工作員を引き上げる目的で、三尾型潜水艦を荏原道江漁師に侵入させたが、同艦が座礁事故を起こし、撤退手段を失った工作員や乗組員ら11人が自決、15人が韓国内に潜伏したものだ。韓国側は、自国内に潜伏した15の北朝鮮の兵を徹底して追い詰め、最終的に射殺13人、逮捕1人で1名のみを取り逃がしたものの、韓国軍12人、警察官1人、民間人4人の損害を出すに至り、ゲリラ的に潜伏した敵の掃討には、少なからぬ犠牲が生じた。何より、この高梁振東事件が、韓国に与えた衝撃は、問題となった三尾型潜水艦が、座礁事故に遭遇していなければ、韓国軍は、その領海への侵入に、全く気づくことができていなかった点であり、今の SLBM への警戒も、こうした経験が反映されているのだろう。